弁当見ました。弁当弁当カップさんやられてるっしょ。クルー吉カチ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 。はい、いやそこはねえよ。そこはね、そこはね、そこはね、さっき今の流れがあって俺やろ。そこは負けたのか。迷いなく押してた。迷いなく押してた。トラフ君逆に面白い、逆に面白い。勝手に来てもこれインポスターでも来るでも俺が押しておもろいやつやろこれ。これ俺でおもろいやつやろこれ。さっきまでのフリやねん。フリだったのか貨物。うわ、まあまあまあ、エレキが2つなら助かる。マッシュさん、ダウンロードが？証拠機か。オッケー。これ竹尾さんやな。このはしごは竹尾さんや。ミサボきそう。と言いつつ停電対応。マジさん。マジで怖い。マジで怖い。ガチの意味がわからん、マジで。治安守らん、やっぱり。いや、ちょ、慎太郎、本当に何してんの？怖い。え、怖い。何してんの？わかんない、わかんない。本当に意味が。本当にわかんない。何をしてんの？何をしてんの？僕らにはわからん。僕の思考を説明していいですか？今回、僕、左側にタスク1個しかなかったんですよ。うん、だからそれやって、うん、あ暇になったなと思って、そういえば高田さんコックピットの方に行ったなと思ったんで、ちょっとアドミン見る場合許せないなと思って監視してました。いやなんで来るやろ。いやなんか新さんはそのコックピットのタスクとアドミンの間ちょうど間に突っ立ってたんですよ。そう、はい、だアドミン見るわけでもなくタスクするわけでもなくタスクもしてないし、あの左側にタスクないんで意味がなくて、でも僕あのアドミンは絶対見たくなかったんで。いやなんで怖いよもう。でなんか、ね、誰か見る人がいたら言ってあげようと思って議論で、丸丸さんがアドミン見てましたって。何の意味があるの？何の意味があるんだよそれ。まあ、アドミン見てる人を見る人ってことでしょ。何なのそれ。なんかこじれてるでいろいろと。見たらええよアドミン。見たらええやん。マジレスありました。でもね、見るとね責任が生じてしまうからね、うん、見てあんのに覚えてないのっていう、あやふやだと疑われるからね。リフトは、うん、まあここで米サボが鳴ったら、うん、向かえばいいかな。ほい、アドミン見るぞ。あれ、はい、弁当見ました。白い弁当弁当、コックピットの弁当が開きました今。おーおい、おい、やれやれ。太郎ちゃんは見てるでしょ、コックピットの弁当。え、今見てるでしょ。今もうなう今。じゃあアルマ高田源が無理無理、はい、俺展望におったけど誰もおれへんかったから、おそらく金庫側の方から行ってる。それ七子さん何か言いました？あ、いやいや、全然あの、あ、でも分からんな。アドミンを見てる人がいたなら太郎ちゃん分かるだろうと思っただけで、太郎ちゃんを何か疑ったわけではないです。あの、俺はできないって。アルマ高田源武雄ですね。武雄さんボタンだから。はい。お兄貴とオラフ君と俺はシャワーですれ違ってっていう感じだな。はい。今のターン。うん、あと慎太郎もシャワーいたけど誰か見てない。メインホールでさ、丸山くんとか高田さん。メインで見てる。女性に慎太郎いたら見てる。あ、慎さんも届かなさそう。アシューさんどこ行きました？セキュリティっす。これお前うちさん見てない。な、俺はね、そう、キッチンですれ違ったかな、一回。え？
一回武器庫からキッチン庫やったの。その時俺武器庫入ったよ。行ったけど全然知らない。で武器庫の銃やってからちょっとそれやめて、それ今俺めちゃめちゃ怪しくなるやん。俺の目がいかれてる可能性もあるから。浮いてんのって、アシエさんとアシエさんの2択じゃないですか、うん、そうですね。タクえ、もうツルキでいいの今日。いや僕の嘘もありますけど、ね、タクって何、タクって。いやいや、まあ藤宮さんの妄想もあるから。そうね、それもあるね、一応。怖っ、驚いた今、はい、どうするんですかこれ。いやまあ誰も死んでないから。まあそうですね。うん、ああスキップ。要警戒。怪しいなーって指差しながらやればいいんですよ。いやまあまあまあ、その怪しまれてる感じ。おい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 。容疑者になったら即座に。当たったり怪しまれようよ。怪しまれるなー、もうほんまに。え、でも俺は見てないんだけど。俺は。なんででも俺キルしなかったんだ。まあでも中から外は見えないからな。うん。あんだ。アドミ見そうな雰囲気醸し出してたの。さてこれで俺はキルされなくなるというね、完璧な作戦です。はいはい、あら、はいはいはい、現です、はい、貨物室の給油タスクの目の前で武雄さんです。うわー、え、中野アルマ貨物脇です。あら、やったな。あ、ただ、私武雄さんと直前までご一緒してるんですよね、はい、私エレキまでご一緒して、多分武雄さんは診察方面から向かったものと思われます。でもほう多分30秒ちょうどぐらいじゃないですか、これ殺されたの。うん、まあ結構時間が、時間的に、ね、最後はアーカイブとシャワーの間くらいにいます。タオルタスクの右上らへん。ダラコさんとラフ君、太郎、エレキにいます。はい、二人います。あ、ダラコさんとラフ君はキッチンにいますんで無理ですね。あ、僕金庫にいますよ今。あ、金庫？はい。金庫？あ、金庫。宿舎前のシャワーの金庫ですよ。え、金庫に本当に？え、金庫いますよ。え、だって俺キッチンで結構さっき武器庫に移って、武器庫の時にオラフ君がいるなっていうのを、ハンバーガータスクのところにいるなと思ったけど、はい、あ、そうですそうです、金庫います。あ、ちょ、ちょ、ごめん、いいかな、昨日あのすでに怪しまれてたから位置言わせてもらうと、メインの挑戦やってて今終わってて、はい、慎太郎さんとアーカイブで一番最初の方にご一緒してるよね、はい、合ってます。で、慎太郎さんがその慎太郎さんがエリキにいて俺を見てないってことは、俺は容疑者から外れるっていう風にはならないかな。いや、ならないよね、僕、おまおちさんアーカイブに残してエレキ行ってるんで、うん、おまおちさんがそっからどっちに行ったか証明できないから、うん、あ、そうだからメインのとこにいるけど、そうだ無理か。あ、でもラウンジ方向には絶対来てない。僕は貨物ラウンジアーカイブとシャワーの間に今いるから。アシュさんはどこですか。僕はメインで暗室のとこで1個タスクやって、そこで慎太郎さんとすれ違って、エンジンの方で戻ってるところです、うん、だからあの単独で浮いてあのセキュリティ奥の展望です。うん、なんか綺麗。キルするんやったらそう。まあ僕の証明としては一番最初にアーカイブシャワー感って言ってるのを汲み取ってほしいくらいしか言えないっす、もう。え、アルマくんってさ、貨物などどこ行ってんの？なって言いました。ごめん、脇貨物などどこ行ってんの？だから貨物ラウンジアーカイブシャワーの間で終わりです。で、ゲンさんの証言って？下から言ってます。言って言いましたっけ？じゃあ、アルマくんじゃなくない？いや。単純にまあ現場に近い。アルマくんが弁当じゃない？シャワーと貨物の。弁当が使えるとしたら、給油から弁当結構ってか一番遠いですよね、部屋的に。まあ遠いですね。なんか無理そう。無理そうか。花子さん。花さんも全然あるけどね。慎太郎、まあ足湯さんの位置は、まあ一応慎太郎さんが証明してるのか。はいはい、怪しい、何してんだ。ああ
すごい、マジで。うん。なこさんはそこキッチン脇っす。キッチンだっけ？あ、キッチンか。え？キッチン脇やったっけ？キッチンかエンジン、まあなんかそこら辺で見た気がする。今回アルマさんは無理です。マジキッチンじゃなかったと思うけど。待機してました。じゃあ慎太郎も無理そう。まあ場所による。そのキッチンエンジン、まあ、エンジン。いやでも俺シャワーまで入ってるけど下見てない。うん。僕と藤宮くんもまあ、うん、無理そう。アーカイブとかで見合って最後ラウンジまで一緒に行ってます。うん、キッチン脇ってま。お前さん何を主張したいんですか。ええ奈々子さんキッチン脇って藤宮さん言えへんかった。はい。ほんま？俺キッチン脇やったせんけど今回。でも藤宮さんエンジンの左から走ってきてるから、そうそう、藤宮さんがキッチン脇は間違いないと思います。うん、頭いかれてんのこれ。これさ、エンジン沸くのが遅かったから多分見てないとかじゃないですか。これ足おまおじローラーダメですか。いやでもここに来て、やっぱタスクで勝てるんじゃないですか。どうなんですか。僕も俺もうすぐ終わるよ。僕もあとアップロードとなんかあと1個くらい。いや、やった。俺が一番最初終わるかもこれ。だってこれってさ、初手の弁当が周さんかおまおじさんで、で、奈良子さん切る、あ、じゃあ、武雄さん切るって、有馬くんか周さんかおまおじさんの弁当しかないと思ってるから、で、今回もその二人見てますよね、多分。2キル目無理やで、ね、2キル目は。あ、無理ですか。だって、慎太郎くんとすれ違った後、見られてたらって感じですけど、そう、女性にしているときに、すれ違ってないから。あっちゃん、暗室にいた、俺、乗船のとこにいた、すれ違ってない、見てないから、俺、白出されへんしな。そう、でも逆にそこで見てないことから僕弁当まで行けやんから、慎太郎くん時間的に無理じゃない。そっから俺が周さんとメインですれ違ったの結構前っすよ。えあ、現実もしくは初日一番浮いてるアルマさんかなと思うんですけどね。まあちょ待って、これどうしようかな。え、初日浮いてる、まあ、アルマくん初日浮いてないっしょ。いや、武雄さんない。あ、武雄さんだけは浮いてない。あ、武雄さんのキルは浮いてない。まあ周さんとマウジさんっていいと思います。あれかと、あ、弁当の話か。え、釣るの。まあでも待って、よっしゃよっしゃね。助っか。食べた。やりましょう。復出。やりましょう。頑張る、頑張る、頑張る、頑張る。宿舎でミーティングを先にやろう。8人満面だから。先か。またミーティング来ることになるな、これ。1リセットして。まだヌーン乗せられれば。60。高田さんミーティングですね。高田さんやられてるっしょ。ミーティングの奥です。アルマさん確定です。あ、藤宮なんだよな、これ。いやでもよくねえわ。あ、もう現行犯ですよね。現行犯です。下の上に立ってるので、はい、結局足を重じの決着ついてないから、俺視点全然どう。お前藤宮さんって今までのキルって全部無理でしたっけ。うん、無理。なんか弁当の主張するのが全く無駄やったと思う。もし、いいね、あ、どうぞどうぞ。アルマくんってミーティングのタスク終わってるはずですよね。ボタンを押したとき一緒にいたんで。そうですね。はい。なんでアルマくんミーティングに行ったんですか。いやー、高田さんが登ってたからちょっと神の背中を追いかけて。なるほど。警察犬がすぎる。いやいや、さすがにこれは怖い。じゃあローラーできるんじゃね。なんかボタンすぐいける、これ。まあ、タスクでいいんじゃないですか。あ、そうね、うん、わかった、了解。すごいけどプレッシャーある、それも。ママチさん、タスク、さすがにあれはキルされるでしょう、ね、まずは戻ったからな。うん、まあ、おじあしゅうだったらまあ、あしゅうさんの方がありそうぐらいかな。終わりだ。さて、おまむちさん、タスクが終わっているのか。
エレン。うん。これをキルしろー、インポスターちゃん。私をキルしてー。あれ、慎太郎さん。うん。うん。おー、ゲンさん。あらま。1キル入ってるね。さて、おじさんタスク大丈夫かな。死体チェック入ります。入念にチェックしますよ。うん、はい、はい、銀さんの死体がコックピットの左の方にありました。僕はセキュリティのカメラで見てて、エンジンルームの日から、左の方に行くゲンさんを最初に見て、その後に、エンジンルームの通信室からエンジンルームの方に行く足湯さんを見たんで、足湯さんを乗る足湯さん視点ゲンさんと。あ、ゲンさんはあのコックピットに入っているゲンさん見たっすよ、はい、で俺はエンジンルーム抜けてった感じです。なるほど、うん、まあ僕も一個足湯さんに思うところがあって、うん、足湯さんってエンジンルームとメインホールの扉若干開けるの待ちませんでした。いや、待ったっていうか何回もやってたよ、あの上下上下は。ああ、なんか開けてくれないなと思って、うん、あ、ごめん、慎太郎くん、おったんや。いや、いましたよ、すれ違いましたよ、がっつり。いや、違う、あの、あれ、その時ね。おまわちさん、最後、おまわちさんが、あ、おまわちさんが最後ミーティングにいたのを見てますけど、あざっす、でかい、それずっと一緒、誰とも一緒じゃなかったから。まあ、それ以前は分かんない。ルートは教えてほしい、それ。まあ、アシュさんと貨物で湧きました。うん、その後、配線、ちゃうわ、貨物で俺湧いたっけ、貨物じゃなかったんですか。貨物やったよ。え、違うかったっけ。それ前だ。待って、バグってる、一個前やそれ。うん、今回はメインで湧いてるわ俺。うん、メインで湧いて、メインでやって、残りの除染やった後、武器のところの電池貸しみたいなやつやって、で、貨物に残ってた配線をしに行ってる途中に停電で、はい、停電直したの俺。貨物がその後診察できました？行ってない。あ、なんか貨物の方に人影見えたん、あれおまじさんかな。じゃあ貨物で、配線と停電やった後、もう一回俺今メインのところまで戻ろう、あ、メインのあっち、メインちゃん間違いない、ヌーン乗ってあっちのミーティングの方まで行ってるっていうパターン。足湯さんじゃないですか。一回お前さんあれ左に行ってるんでしょ、その武器庫の方。そう、一回行ってる。でもめっちゃ序盤、その停電の前やから。で、停電直した人が他にいないでしょ。見てる。俺がセキュリティ行ったのは藤宮さんが見てますね。おいよ、停電直した人が俺やで。おいよ、マジかよ。ペント使ったでしょ、足湯さん。え、終わるやろ。ペント使ったよ、そら。ナイスファイト、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 ナイスファイ、あっちゃんの弁当。いや、コックピットで入って展望行って、おっちゃん切ろうとしたら、あの藤宮来たからそれで切っちゃろうと思ってピュンって出たらブーってなって、タレントとして俺は死にしていません。あ、やばいわ俺。あれはね、でもキッチンでね、多分すれ違ったと思う、キッチン武器交換で。なんかもう全然見てない、行かれてんな。